はい、どうも、MAK のまんこです。はい、よろしくお願いします。今回もお笑い研究所やっていくんですかね。ショーレースね、今年終わってるショーレースも、O1 とか、まあ、以前紹介しましたけど、次来る、バイアスロン。バイアスロンはまあ今月でまだやってないのか、この収録の時は。まあまあいいや。バイアスロン、じゃあ、O1 面白そう、次来る、NHK 髪型漫才大賞、R1、髪型漫才大賞などがまあ終わってるわけですよね。まあまあまあ、その他ありますけど、ね。で、まだこれからやる賞レースも、先ほど言ったバイアスロンだったり、キングオブコント、M1 グランプリ、ラフターナイト、NHK 新人お笑い大賞、ザ・ W、 オール雑漫才などなどがあるわけですよ。で、まあ一番最初にやってるのがやっぱり、まあネタパレは最近ですけど、そのネタパレの裏でやってるのが、そう、面白そうですよね。この年に優勝したら結構その話題の年みたいな。まあこれも賞レースなのか微妙ですけど、これでまあ結構ブレイクしてる人とかいるんで、まあ一応面白そうコーナーだったんですけどね、その2012年あたりからね、結構優勝者決めて、その年から売れてる人が結構出てるんですよ。まあ一応2010年代がこのようになってますよね。はい、横澤夏子さん、まあ、R1 の決勝にも行きましたし、 THEW の決勝にも行きましたし、まあテレビで見てますし、すごいまあまあ普通に売れてますよね。で、流れ星さん。まあ、ザ、2013年って言いますと、あの、ワイルドカード枠でザ漫才、当時 M1 が休止してた時なんで、行きましたし、なんだ、そう、たけし賞、そのザ漫才のたけし賞を2年連続で取るという。で、ポラロイドマガジンさん。まあ、この時は吉本でしたが、大阪吉本と、が一旦改ざんして再結成ニュークレープさんになって、現在は浅井企画ですね。で、次おかずクラブ、この年すごい売れてますよね。まあ今でも普通に売れてますね。で、ネルソンズさん、まあこの時は面白そう優勝してましたが、今年のネタパレニューイヤーグランプリでザマミーさんと同率優勝、でさらにキングオブコントでも決勝進出、NHK お笑い新人演芸大賞では2年連続の優勝、準優勝、2年連続、プルゾン、ちえみさん、ウィズビープルゾンさん、この年飛躍の年でしたよね。R1 も決勝行きましたし、流行語大賞も35億とに、もう流行語にも取ったんだっけ、ノミネートだっけ、まあいいや、で24時間テレビのチャリティーマラソンにも選ばれたり、ドラマや CM には引っ張りだこ。まあ、現在はお笑いをやめられていますね。で、ウィズビーことブリビアも解散しているので、もう現在は解散という形ですね。レインボーさん。あの、千鳥のクセスゴの、で、今結構レギュラー扱い、ドラマ。で、ぺこぱさん。面白そうのイメージだったんですよね、キャラで。あ、面白そうじゃない。あの、わら削り、わら削りのイメージなんですけど、自分は。わら削りもすごいですよね。まあ、解散してるか解散してない、ぺこぱさん、A マストさん、まあ、ザ・パーフェクトさん。で、さらに解散した大喜利からひょっこりはんがブレイク。ひょっこりはんとして元大喜利の。で、第2シーズンで小田上田さん、花子さん、男性ブランコさんが出てたわけですよね。で、まあ、ぺこぱさん。M1 でしかもこの年単位になってますからね。で、2020年代ですね。エイトブリッジさん、ダイヤモンドさん、ゆめちゃんさん。なるほど。まあ、そんなところですかね。まあ、今日も見てくれてありがとうございました。さいちゃん。